伊勢カントリークラブは、三重県渡来郡玉城町にあるゴルフ場である。1961年、三重県では、四日市カントリークラブ会場、設計、上田治、三重カントリークラブ会場、設計、安田予定、嬉野カントリークラブ会場、2015年閉鎖が、相次いで会場した。いずれも北勢地区に集中しており、南西地区には、島カントリークラブ、設計、 大谷光明のみであった。伊勢商工会議所が中心になって、南西地区は伊勢神宮、伊勢島国立公園を抱えて、ゴルフ場はもっと必要との声が高まった。その中心にいたのが伊勢商工会議所の会頭の村田千恵門だった。ゴルフ場建設用地は、ゴルフ界の重鎮である笹部クレホに紹介された3カ所の広報地だった。 設計を依頼された井上誠一が選んだのは伊勢湾を見渡すことができ、鳥、神山を背後にした三宮国道沿いの緩やかな起伏の丘陵地だった。井上誠一はコースは打ち上げ、打ち下ろし尾ね通り、谷通り、森のコース、池のコースなど応接に暇もないといった感じになるでしょうと立地条件のすべてを満たした素晴らしい場所であると期待を込めた。 1965年10月10日、18ホールが完成、開場された。グリーンは、高麗芝とベント芝の2面グリーンで、新たな試みとして、両、グリーンともソーヤーデージを揃えている。後に、井上誠一は、レイアウトには、苦労を払いましたと言った。郵便番号519-040130件、渡来郡玉城町瀬古線3 6 2番地。 ありがとうございます。